こんにちは。名古屋セラピストオフィス、柴田敏夫です。今日もアロマテラピー1000本ノックをご覧いただき、誠にありがとうございます。ではまず20秒のシンキングタイムをどうぞ。 それでは216回目のお専門の句を見ていきます。今日は副腎髄質から分泌するホルモンに関する説問です。861本目、糖質コルチコイド。これは副腎皮質から出るホルモンですからペケになります。862本目、硬質コルチコイド。これも副腎皮質から出るホルモンですからペケになります。 863本目、アドレナリン。これは副腎髄質から出るホルモンですから、丸になります。864本目、ノルアドレナリン。これも副腎髄質から出るホルモンですから、丸になります。昨日やりました、副腎皮質から出るホルモンと今日の 副腎・髄質から出るホルモンこの違いはまあ試験にもねちょっと出やすいので必ず覚えてください。副腎皮質からは糖質コルチコイドと硬質コルチコイド。副腎髄質からはアドレナリンとノルアドレナリン。これは必ず覚えてください。はいそれでは今日はこれで終了になります。 私のブログへの読者登録をしていただけますと、毎朝の動画の更新を見逃すことがありませんので、読者登録をよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。ではまた明日お会いしましょう。